はい、モコフィットネスです。カミングアウト1万人超えたので話したいと思います。1979年生まれ、9月19日、誕生して今42歳になります。で、幼少時代から僕すごいデブで、ずっと運動なんてしたことなくて、そしてずっと社会人になってデブのままで、ある日30歳の時に、僕もともと喘息持ちなのでダイエットをしなきゃいけないっていうことを思いまして、ダイエットを行いました。それからそのダイエット方法っていうのは、昔筋トレとかが当たり前じゃなかった時代なので、マラソン、つまり有酸素運動でダイエットっていうのが主流でした。それからどんどんマラソンの方にもハマってきまして、通勤移動手段として自転車っていいなと思って、そこも有酸素運動にしようと思いまして、最初は某、サイクルチェーン店で買った GT というメーカーのロードバイクを購入いたしました。それから通勤以外もどんどんハマってきまして、サイクリングも行くようになり、自転車そのものがどんどん好きになっていきました。そして2014年、あまりにも自転車がハマってきまして、 BMC RM01 という自転車を購入します。それからどんどんサイクリング以上に、今度は競技レースとかも出まして、最初はヒルクライム、出ましたね。そしてめきめき自分の能力が上がっていって、エンデューロ、2時間エンデューロ、いろいろ出ました。最初は負けっぱなしだったんですが、悔しくてどんどん乗り込んでいって、そしたら入賞を、ね、できるようになりまして、それからというものすごく調子が良くなって、出るレースほとんど入賞し続けて、すごく調子に乗って楽しいロードバイクライフを送っていました。そしてなんと某実業団、有名実業団の誘いもありました。それが2015年。それからどんどん調子づいた僕は、なんとドグマ F8 を購入いたします。その後も実業団登録をまだする前だったんですけども、その実業団という高いモチベーションをがあったので、練習もすごく打ち込んで、最高な自転車ライフでした。そんなある日ですね、2016年、ドグマを買ってめきめき練習をしている練習中にです、単独の自転車事故を起こしました。正直あまりもすごい事故で、練習前の前日からの記憶がありません。気がついたら病室にいるという状態です。そして集中治療室に運ばれ、生死をさまよう一日を過ごしました。病室で目が覚めると、お医者さんから報告を受けました。ところがです、絶望するかなって普通思いますよね。僕はこういう性格なので、もう次の日から動くところのリハビリを始めて、足をベッドに引っ掛けて、腹筋は動くので
腹筋運動をし始めました。ものすごく看護師さんに怒られましたよそして手も動かない状態で肩に携帯電話をつけて、すぐに B サイクル、僕の大好きな大好きな大好きな自転車屋さんに連絡して、そこでなんと全身動かない癖して最初店長は僕がそんな事故だと思っていなかったらしく、いいですよなんて、注文しときますよなんて言ってくれたんですが、どのぐらいの怪我だったんですか、どのぐらいで退院できるんですかって電話越しで言われて、いやいや全部動きませんと。そしたら店長がびっくりしちゃって、いやいやちょっと待とうよと。そして店長が数日お見舞いに来てもらい、もうちょっと自転車のことは考えて、まず体のことを考えましょうと。でも僕はガンとして店長に、いやルック795を絶対に注文してくれと思い切って本当に頼んでしまいました。それから数日、なんと兄貴が一緒に練習している今のあの兄貴です、お見舞いに来てくれました。もう泣きっぱなしでしたね僕。本当に嬉しくて嬉しくて仕方なかったです。そして数日数週間経った時に足の感覚があったんです。これは来たなと思って松葉杖をついて、もう何回も倒れたかも分かりません、こけました、立ち上がれません。でも何度も汗だくだくにかいて何度も立ち上がりました、何度もこけましたよ。立てないんです、足が一歩出ないんです。だけど朝から晩までずっと繰り返しました、悔しくて。そしてさらに数週間が経って、なんと一歩歩けるようになったんです。きっと明日の成功は明日の成功で、そしてまた地に足がついて、絶対にサイクルに行くからね。サイクルに行くからね。また何もないです。 Each painful but delightful toなんと見事に自転車復帰して、そして自転車のトレーニングを開始して、2017年夏初のレースに出ます。今日はちょっとさっき音声がガサガサして分からなかったと思うんですが、今レース終わりました。それで多分3時間のロードレースで今行ったんですけど、多分入賞したと思います。でこれが表彰台呼ばれたら行くんで、その時もう一回会いましょう。そしてそのレースで奇跡ですよね、2位を取ったんです。
Like an ever fading whisper in the breeze. Oh, we will keep on changing all over again. Yeah, we will keep on changing just like another season. があるのか分かりますよね。僕の中では1位なんです。ツールとかプロの人だったら自転車レースは1位以外は負け。ところがホビーレーサーは違うんです。みんなその自身の1位があるんです。僕はその2位が僕の中でマイオジョーヌなんです。ですので僕が日頃言ってるのは自身の1位を持って自分の中の1位、それを決めて頑張っていく、これがものすごく大切なんだと痛感しました。そして2018年、このバネを利用して YouTube モコフィットネスを立ち上げます。そして皆さんとこういう風に出会えることができ、まさにこの怪我のおかげとも言ってはいいのではないでしょうか。今は自転車に人生を捧げることさえできるほど情熱を持ちました。なぜネバーギブアップなのか、ここで皆さんにお伝えできたと思います。今が人生で一番若い日です。絶対に諦めずに Never give up の精神で。人生を楽しんでいきましょう。それではまたお会いしましょう。また来て。You could save me, save me from my isolation.